ました。今回はベガルタ仙台民泊できることになりました。ベガルタハウスですね。あ、ベガルタハウス。今なんて言いました。ベガルタ仙台。ベガルタハウス民泊できることになりました。ちょっとね、申請していきます。行ってきます。じゃあ早速鍵をいただいたのでベガルタハウスに行ってみよう。ありがとうございました。さあベガルタハウスに到着しました。それでは中に入ってみましょう。やっと開けました。鍵が2つです。ここがベガルタハウス。早速、触らせていただきます。カレーの匂いがすごい。すごい。皆さん、ここの金庫を使ってください。よろしくお願いします。こちらに8名です、まだ。で、上が2、ここに2名、2人、2人。ただそんな感じです。内側も行けるのかな。気をつけてください。はい。消火器はここにあるので、あ、多分皆さん使い方知ってると思うんで、まあ、慌てず。本当に危険な時は避難場所に行って、はい、消防車を呼んでください。よろしくお願いします。行ってみましょう。ベッドが2つ。寝心地もいいですよね。ちょっとクーラーもついてるので、暑さで、暑さでちょっと冷めてるのをつけていただいて。
ですね。エアコンつけるのは必須です、ね、続いてこちらの部屋もベッドが2つ。こっちちょっと硬いな。こっちが寝るとしてっていう感じの部屋になってます。時間を過ごすことができました。ここから7月7日、民泊ができるということで、ぜひ有効活用していただき、町の活性化につながっていければいいなと思ってます。僕自身も、多分何回も来ると思うんで、その際には見かけたらちょっとこのペアルタハウスに立ち寄ってお話でもできたらいいなと思ってます。今日は本当に楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございました。